ちゃんと申します。可愛いです。レジックロジェクトとして3年間活動しまして、今年ですね、地下ベンチャーの代表になっています。なるほど。地下ベンチャーっていう、新商社を軸に、ふるさと納税の事業を行って、寄付額を上げて、委託料を超過いただきます。その収益は、道の駅に最高質の実績として、道の駅契約を達成できましたと。はい。指定管理でも今何人ぐらい？今11名。わ、11名。はい、もともと7名だったんですけど。あ、増えたんですね。4名。はい。ただ増えただけ。はい。人気の猫ブラシです。はい。ああ、香りがもう素晴らしいですね。染みますね。美味しい。こんな1本使って大丈夫なの？大丈夫。元取れるんですか？ギリギリですね。食べ放題。私魚卵が好きなんです。なんかタラコとかイクラとかカツノコ。こういうのが好き。すごいね。実は何やってるんですか？あと2分ぐらいで作る、はいはいはい、ありがとうございます。出ました。あ、出ました。あ、出ました。今行きました。あれ実は裸足。なんか動画用に喋ってた方がいいんじゃない？動画撮ってんのかな。いやーけど裸足でここでこの場に立つの初めてです。裸足です。